柴犬ドッグです。おはようございます。7時ぐらいかな、今な。まあね、独身の生活を包み隠さず、まあ残せればなとね、人生を、何言ってるかよくわかんないですけど、まあ独身の生活を包み隠さずね、動画で残していければなと思いまして、これから撮っていこうかなと思います。はい、寝室ですね。犬がいますね。柴犬がいますね。まあ、昨日はね、涼しかったから、扇風機でいいですね。ワイシャツとか、ネクタイ、あんまり最近してないですけどね。とかね、ハンカチも、あんまりしてないね。あと T シャツとかね。ここら辺はまあまた整理しないといけないし、ね、災害があると大変だから、水と靴下と靴ね、大事だからね。まあそんな感じですね。外は危ないね。はい、ボディーボードがありますね。黄色のボディーボードがあるけど、最近はあんまり使ってないですけどね。ね、もう洗濯部屋になっちゃってるけどね、ここはね。まあ今日雨だしね。これはサントリーさんから出てる花手まりを今植えてるので、そこから枝を取って挿し木に昨日しましたね。ちゃんと育ってくれるといいんだけど、あと2週間待たないといけないらしいんでね。2週間経ったら鉢植えの方にね、植えようかなと思います。はい、起きたてなのでね、眠いですけど、トイレですね、ここはね。古いテレビ全然見てない、ただ置物になっちゃってるけど、里村さんがいますね。仙台ガールズ社長里村芽衣子ですね。来年4月でしたっけ、引退されますけど、同世代ですね。これだけ言うと年齢がバレますけどね。ね、大量に買ってしまったトイレットペーパーとね、もうここはある程度、物置っていうかなってますね。はい、な感じで2階は終了でございまーす。ね、これは持っていかないといけないから。はい、階段でーす。また。